ここからは第3部として実際に自身のお子さんがいじめの被害に遭った家族と自治体の長による意見交流を行いたいと思います。はじめにアンケートのご協力につきましてお願いございます。受付でお渡ししましたパンフレットに記載の QR コードの読み取りによる回答、またはアンケート用紙による回答にご協力いただきますようお願いいたします。なお、回答いただきましたアンケート用紙につきましては受付にお渡しいただきますようお願いいたします。それではいじめ問題の実態と解決に向けたアプローチをテーマとして自治体の長が全国でいじめに苦しんできた家族の声を実際にお聞きし、いじめの実態とそれを自治体としてどのようにアプローチし解決していくかについて意見を交わしていただきます。それでは討論していただくパネリストの皆様をご紹介いたします。皆様より向かって右側から自身のお子さんがいじめ被害に遭われたご家族の方、そして旭川市長の今津博介様、蟹市長の富田茂樹様、八尾市長の大松圭介様、寝屋川市長の広瀬圭介でございます。そして NPO 法人プロテクトチルドレン永遠の笑顔の代表理事であり、本パネルディスカッションのコーディネーターをお願いします森田志保様でございます。森田様は自身のお子さんがいじめの被害に遭われた経験をお持ちであり、2021年 NPO 法人プロテクトチルドレンを設立し代表理事に就任され、全国の子どもたちや保護者、学校、教育委員会等より相談を受け、いじめの早期解決、改善に向け活動されております。それでは森田様、よろしくお願いいたします。本パネルディスカッションのコーディネーターを務めさせていただきます森田でございます。よろしくお願いいたします。本パネルディスカッションでは、まずいじめの被害者の家族から子どもがいじめ被害に遭った経験に基づきいじめ問題の実態と学校の対応について話をしていただき、その後各市長から市長部局としていじめの解決に向けたアプローチの在り方などについてご意見ご提案をいただければと考えております。それではまず被害者の家族からお話をお伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いじめを受けました子どもの父親でございます。私の息子は現在16歳になる息子でございますけれども、今年の3月にですね、いじめを受けておりました中学校を卒業しております。で、このいじめに関しましては、中学1年生の2学期から中学3年の1学期までということで、約1年7ヶ月、非常に長い期間いじめが続いておりまして、このいじめの内容につきましては、体型ですとか、あるいは持ち物に対するいじめや嫌がらせというものがございました。まず複数の生徒からですね、デブですとか、肩幅というのは肩幅が広い。イコールその場所を取るなというような意味合いでつけられたあだ名だということなんですが、こういったことをですね、毎日のように言われていたということです。それから持ち物に関しましては、筆箱をゴミ箱に捨てられていたり、筆記用具が壊されて使えないようになっていたり、あるいはですね、教科書を破られたり、テストが返ってきますとそのテストを取り上げてその点数を他の生徒に見せびらかすと、そういったようなですね、いじめ嫌がらせを受けていたということでございます。で、例えば休憩時間になりますと例えばトイレに行こうとして廊下に出るとですね、その複数の生徒が周りのそこにいる生徒を巻き込むような形で、デブや肩幅などといった悪口をですね言い立てられるので、なるべく教室から出ないようになった。で、時には寝たふりをして机で過ごしていたということなんですけれども、そうしますと今度は逆に陰キャラというような、陰キャというようなですね、暗いというような意味だと思うんですが、そういう言葉を浴びせられて、教室の中にいても外にいても嫌がらせを受けるので、最終的に昼休み、休み時間になりますとトイレにこもるようになった。ところがトイレにいてもですね、どこに行ったということでトイレにまで探しに来られて、嫌がらせを受けて学校での行き場をですねなくしてしまった、そういったことが長期にわたって続いたことによって、3年生の5月からですね不登校になりまして、そのまま復学することなく今年の3月卒業になったということでございます。で不登校になった後はですね、非常に精神不安が強かったり、昼夜逆転の現象が起こってしまったり、全く外出をしないその引きこもり状態になってしまったりということで、大変心配をいたしまして、児童精神科の方に受診をいたしましたところ、学校環境に対する非常に強い緊張感があるということで、それが原因でその不登校になっているということで、投薬による治療を開始しまして、現在は経過観察という形になっております。で、学校側の、それまでの不登校になるまでの対応でございますけれども、一言で申し上げまして的確な有効な対応は取っていただいていなかったなというふうに感じております。で、これは私の言葉というよりは息子の言葉としてお伝えをしたいんですけれども、校長先生に対して息子が手紙を書いております。担任の先生にも相談をして、学校のいじめアンケートにもいじめがあったというふうにことを書いて出しているのに、なぜ学校はこれを放置したのかということをですね手紙に書いて校長先生にお出ししております。で、これに対しまして校長先生からは回答をいただいておりませんけれども、やはりこの間有効な対応をですね取っていただけなかったということで、このような状況になってしまったというふうに、息子も強く憤っております。で、現在はですね、この不登校になりましてからの期間が相当数経っているということと、適応障害を発症したということも合わせまして、いろいろ調べましたところ、これが重大事態というところに該当するんではないかということで、この申し立てを行いまして、学校の方からは近々調査が始まるというようなことを伺っております。私の方からの現状をですね、ちょっとお伝えさせていただきましたけど、以上になります。ありがとうございました。ただいまの話を受けまして、市長の皆様におかれましては、ご質問やいじめ問題の解決に向けたご意見等があると思いますが、例えば、先ほどのような事態が仮に皆様の市で発生した場合の対応などについて、各市長方、ご意見やご提案がございましたら、よろしくお願いいたします。それでは広瀬市長からよろしくお願いします。はい、大変深刻な事案だというふうに思います。仮に、先ほどご説明した寝屋川市のでもし同様のケースが起きたということであると、おそらく監察官の方に通報をいただく形になろうかというふうに思います。教育の現場にもご相談をする一方で、監察官の方にご相談をいただくということになろう。そうした中で、監察官として、一両日で、いじめと認定をした上で、関与が解消されます。直接被害児童の本人、それから、保護者の方、加害児童とされる、児童生徒とその保護者の方々、もしくは教職員等についても話を聞かせていただくことになる。その上で必要ということであれば、勧告が出される場合もありますし、そうではない手前の段階で改善の内容について意見を申し述べて対応を求めるというそのこともおそらくありえるだろうというふうに思います。これは、現実起こっている段階ですけれども、これが仮に、少し後で一定解決に向かった状態だったとしても、これおそらく事後の検証で今観察課は入りますので、事後の検証として学校のその対応が法に基づいて、いじめ防止法に基づいて的確だったのかというところの検証を行った上で、仮にいじめが収束をした状態だったとしても、その内容について、学校の対応について学校長に勧告が出るということになろうかと思います。先ほど申し上げたように、まずは安全圏に対応していただくというのを最優先にするために、学校側に監察課側から意見を申し上げて対策を取るということになろうかと思います。以上です。ありがとうございます。続いて、大松市長でよろしくお願いします。はい、詳細まではあれなんですけど、今話聞く限りでも、もう初期対応のまずさが非常に感じます。そんな中で今高校まで1年7ヶ月いじめにあったというところで、この3月に卒業されているというところで、今現状でいきますと、我々でいきますと、守るかという職員の方からこの方々の方にもご連絡をさせていただいて、詳細を聞かせていただくというようなことをまずやると思います。で、合わせて、学校現場、また教育委員会の方にも守る課の方から経過報告をさせていただいて、どこに課題があったかというところもしっかり明確化をする中で、どういった対応をしなければいけなかったかというところの洗い出しも全てやっていくというところです。で、今現状この後どうされるかというところもあろうかと思うんですけど、そういった法的に、例えば教育委員会、学校、またその相手を訴えるとかいうことになってくるんであれば、そういった弁護士さん、八尾市には弁護士さんもいらっしゃいますんで、そういったところの、手続きというんですかね、やり方とかいうのもあれば、相談を乗ってあげてほしいという形で対応するんかなというふうには感じておりまして。どうしてもこの学校の初期の対応のまずさというのは、我々の方からもしっかり指摘はしないといけない事案かなというふうには思います。はい、ありがとうございます。続いては、富田市長、よろしくお願いします。はい、今両市長がおっしゃったと同じですけれども、私どもであれば当然専門委員会が動いてやってる事案ですが、やっぱりその学校がなぜずっと放置しているのかっていうのがちょっとわからないんですけれども、つい最近のことですので、ぜひそこはこの場では分かりませんが、後で教えていただければ、学校側がなぜこうして長期間も放置していたのか、卒業されたからそれでよしと思ってみるのか、ちょっと分かりませんけれども、ぜひ知りたいなと、そこに何かまた私どもが今度同じような事例があった時に対応できるヒントがひょっとしたらあるかもしれないと思いますので、もしできることならば学校側がどういう釈明をされているのか聞かさせてほしいなというふうに思います。一つずいぶん前ですが、いじめがあった学校で、校長先生に聞いた時は、ずいぶん前の話ですけども、たまたまいじめる子がいて、たまたまいじめられる子がいて、こういう場合はやむを得ないみたいな言い方をされたんですね。だからひょっとしたらこういうことはあるぐらいの軽い気持ちで受け止めて、卒業すればなくなるだろうというような軽い気持ちがあったとしたら、それは本当に無責任な話だと思いますので、多分今の時代にそんなことはないとは思いますけれども、繰り返しになりますけれども、なぜこういう状況が起きたのか、学校側の話を聞きたいなと今思っております。以上です。ありがとうございます。続いて今津市長、よろしくお願いします。はい、ただいまお話を聞いていて、本当に、私も胸が苦しくなりました。どうか今私が息子さんにですね、できることはに、そんなにありませんけども、生きて前向きに頑張っていれば、必ずこの思春期の辛さを乗り越えてですね、楽しいこと、これから人生まさに100年時代に入っていきますから、たくさん待ってると思いますのでですね、ぜひ励ましてほしい、あげてほしいなというふうに思います。でその上でお話したいんですけども、先ほどの小木先生の講演の中でもありましたね、親の職業で子どもがいじられるってありました。で大松市長もそうですけど、私の父も実は政治家だったんですね。で少なくとも政治家の息子さんとか娘さんは何らかの形でこれやっぱり言われるんですよ。で自分のことをちょっと思い返してみたら、中学校の時とかですね、ポスター貼られますね、街に。で先輩がいるんです、近所の。雪玉ぶつけられるんですね、冬の選挙だと。でその時は私はその先輩に、これ大木先生言ってると同じです、笑うしかないですよ。先輩やめてくださいって笑うしかないんですね。でも非常に心は傷ついてますし、当然親にも言えないです。でまた学校にですね、対立候補の方のポスターが貼ってあるんですよ。なぜかというと、組合の推薦を出てるので、教職員組合の推薦の方のポスターが貼ってあるんですね。で私はこれ小学校の時言いました、先生に。先生、父の、ね、父さんの敵の方を先生応援してるんですか、勇気を出して言ったんですよ。でも先生何も言いませんでしたね。そしてそのポスターがそこから剥がされることはありませんでした。先生もまさに信用できない、親にも言えない、そういう辛い思いをしている子どもたちがどれだけたくさんいるのかということです。旭川市は今まだまだいじめ問題対策の途中ですけども、やっぱりまず学校、市教委において、しっかりと子どもたちの気持ちを組んだ教育体制、いじめ防止対策をするのと同時にですね、やっぱり市長部局で絶対に秘密を守る、そして何があってもその子どもの味方なんだと、そういう体制を作ってこのいじめの問題に取り組んでいきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。市長方、いろいろとご意見いただき、皆様ありがとうございました。今、被害者のご家族からのいじめの問題に実態についてお話をしていただきましたが、私自身実は、NPO 法人を設立する前は、自身の子どもがいじめの被害児童でありました。その時にやはり、教育委員会や学校に理不尽な対応されてた時期も一時あったので、文科省であったり、都道府県、県の教育委員会に相談させていただいた時もあります。その時言われたのが、市町村区に権限があるということで、国や都道府県であっても、強制や命令はできない、指導しかできないという言い方をされました。その時にまた都道府県の方から言われたのが、権限がある市町村区、そこに責任を持って対応してもらうしかないんですよと言われたので、私は、自分が、住んでいました川口市に、市に対して市長にもお手紙を出したり、市議会にも陳情を出して、うちの子どもは一市民ですと、子どものために市として対応していただきたいと何度もお手紙を出したんですけれども、全く対応していただけませんでした。今こうして、寝屋川市の取り組みを知って、また、市長方のお話を聞かせていただき、私の子どもがいじめの被害に遭ってた時にこのような取り組みがあれば、きっと私はすごく心強かったと思います。今後もいじめ対応について、学校教育委員会だけに任せるのではなく、市長部局が責任を持っていじめ事案に関わることの必要性を改めて認識いたしました。今後、市が一丸となって対応できるような取り組みが全国で広がっていくことを期待しております。それでは皆様のご協力にお礼を申し上げまして、コーディネーターの役割を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。本日はいじめ問題の解決に向けた対策やアプローチ方法などについてさまざまな知見、意見を皆様からいただきましたが、ここで4人の市長によりいじめ対策サミットに関わる共同宣言として宣言書にそれぞれ署名していただき、代表して広瀬寝屋川市長により宣言をいたします。それではまず、今津旭川市長、署名をお願いいたします。続きまして、富田蟹市長、お願いいたします。続きまして、大松八尾市長、お願いいたします。それでは広瀬寝屋川市長、お願いいたします。いじめ対策サミット共同宣言。我々はいじめ問題に対し人間関係の再構築を目的とした教育的な指導の有用性を尊重しつつ、一方で市民の生命生活を守る立場の市長として、いじめは子どもたちの心身の成長、命に影響を与える重大な人権問題であると捉え、いじめ行為を収束させ、子どもたちが安心して学ぶことができる教育環境の実現に力を尽くし、その責務を負うことを決意し、ここに宣言する。令和4年12月3日、旭川市長、今津寛介、蟹市長、富田茂樹、八尾市長、大松圭介、寝屋川市長、広瀬圭介。